ソウル。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦い、海の底での激しい、あなたは負けることはない。私は信じています。リムナデスのカーサに倒された氷河だったが、一騎が血止めの急所新王天を突いたことによって息を吹き返し、北氷洋のマンモスピラーへと走った。そこに立ち込めていた陶器は氷河には身に覚えのあるものだった。お前はアイザック、生きていてくれたのか。俺はあの日のことをお前に何と言って詫びればよいのか。戦場で何を寝ぼけたことを。俺は北氷洋の柱を守るジェネラル、クラーケンのアイザック。来ないならこちらから行くぞ。アテナのセインという。アイザック、俺はお前のことを。覚悟しろ。ファイト。お前とシベリアの高原で共にセイントの修行をした中、正義感があって惜しい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどに。地上でセイント同士を憎い争いが起きたとき、俺は悟った。もはやアテナの地上の支配下たる力なし、世界を浄化する新たな時代を築く時が来たのだとな。ダイヤモンドダスト。死のような男を目指し、地上の平和を守るため戦うと言っていたお前が。今の俺はポセイドン様に忠誠を誓った。クラーケンの愛だ。ウィナー。話にならん。この氷河に敗北があると思うか。ファイト。ダイヤモンドだぞ。お前まだ。ダイヤモンドだぞ。ギャッハー出る。シュギャッハー出る。シュギャッハー出る。シュギャッハー出る。よう、何をためらっているの。やはりお前は昔のものだ。戦意のためではなく、海に沈んだ母親相手と戦意と似合いを抱いたアマちゃんのままだ。マーナに会いに行こうとしているが、潮流に飲まれた。お前は身代わりになって、俺を助けてくれ。その顔の傷は、もしやあの時の。そう、あの時はさすがに死を吐いた。だが俺は救われた。伝説のクラーケンに。俺を救ったのはポセイドン様の大いなる意志。大いなる意志、その程度か。神を生まれた。俺は生まれ変わったのだ。死のような男を目指し、地上の平和を守るため戦うと言っていたお前が。今の俺はポセイドン様に忠誠を誓う。ウィナー。ウィナー。これで昔に戻れるか。
俺の闘気ではダメだったというのか。今日はいつまでこのアイザックを相手に手を抜いたまま戦っているのだ。くらえ、ブラケンの一撃を。あいつ最後まで全力を出さなかったな。俺への借りを死をもって償ったんだ。だが本当にそれでよかったのか。氷河よ、氷河！チビ、お前か。ちょろちょろとライブラのクロスを運んでいるのは。その箱をこちらによこせ。やない。誰がお前なんかに。俺は敵ならば微塵も容赦しない。こんな風にな。クロスを渡せ。その箱ごと吹き飛ばしてもいいんだぞ。殺されたって話すもんか。みんなが命がけで戦ってるんだ。オイラだって戦う。それでいつかはムーン様みたいな立派なコールドセイントになってみせるんだ。その夢は今ここで消える。体ごとぶっ潰してくれる。アイザック、氷河、お前まだ。キキ、よく頑張ったな。俺があいつを倒すまで体を休めておけ。今俺を倒すと言ったのか。アイザック、お前は以前死んだ母親に会いに行くのは自分だけのことだと言ったな。ならばお前に命を助けられたこともこの氷河個人のことだ。いかに借りが大きいとはいえ、個人のことで地上をポセイドンに渡すわけにはいかない。多くの人々のためにセイントとしてお前を倒す。なんだと。キングナスのクロスはゴールドに光っている。俺のクロスには神ウたちの魂が宿っている。ゴールドセイントの血がこのクロスを蘇らせてくれたのだ。受けろアイザック、この日は。おい、ヒョウガ、ファイト。俺を倒すことができるんだ。お前は俺アルサ。今我が師に教えられたようにクールに徹して敵を撃つ。それがお前の今の実力なのか、アイザック。何？いや、真の力は正義に宿る者よ。そんな汚れたコスモでは今のこの俺は倒せる。今こそ受けろアイザックよ、この氷河の正義の剣を。氷河、オーロラにクールに徹するといい。うらい、オーロラ、オレアイス。確かに俺は甘いのかもしれん。だから俺を捨てて、お前に頼む。目を覚ませ、アイザック。この剣は正義のために使うべきじゃないのか。俺は敵に対して微塵も容赦。相手は誰だろう。ウィナウィナ、クールに徹して敵を撃つ。まだクールに徹しきれんと。氷河、見事だ。やっと敵に対してクールになれたな。アイザック、これでまた
昔の友に戻れたか。早く柱を破壊しなければ。これで北氷洋の柱も片付いた。最後に友として一つだけ忠告しておく。一番恐るべき男はポセイドン様ではない。しっかりしろアイザック。いいか氷河、決して油断するな。この戦いを目論んだ真の男、その恐るべき男の名はお前たちもよく知っているあの。何、今言ったことは本当か、アイザック。アイザック。